タバレス・モンゴメリー・ウィリアムズはアメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手で指導者バージニア州フレデリックスバーグ出身 NBA のフェニックス・サンズのヘッドコーチを務めるノートルダム大学卒業後1994年のドラフトで NBA のニューヨーク・ニックスに一巡目24位で指名されプロキャリアをスタートした2年後サンアントニオス・パーズで グレッグ・ポポビッチのもとにシーズンをプレーし、NBA ヘッドコーチの中でも数の多いポポビッチ、文下生の一人である。その後、4シーズンをプレーし、キャリアの実績は2884得点、1296リバウンド、544アシスト。2005年より、ポートランドトレールブレイザーズのアシスタントを5シーズン、務めた後、ニューオーリンズ・ホーネッツのヘッドコーチに就任。 2011から12シーズン以降は苦しんだものの、2014から15シーズンは45勝37敗の成績で4年振りのプレーオフ出場に導いたが、ゴールデンステートウォーリアーズに4戦全敗を起死し、2015年5月12日に解任された。2015年6月1日、2015から16シーズンはオクラホマシティサンダーの第一アシスタントコーチとして、 ビリー・ドノバンを支えていたが、シーズン途中に夫人が交通事故で他界するという悲劇に遭遇。以降、ウィリアムズは残された家族との時間を優先するために残りシーズンを休養。シーズン終了後に退任となった。2016年9月16日、サンアントニオスパーズのバスケットボール関連部門の副社長に就任したことが発表された。2018年6月4日、 フィラデルフィアセブンティー・シクサーズヘッドコーチのブレッド・ブラウンはウィリアムズがアシスタントコーチとしてチームに加わることを発表した2019年5月3日、フェニックス・サンズのヘッドコーチに就任。2020から21シーズンはチームを28年ぶりに NBA ファイナルに導いたものの、ファイナルではミルウォーキーバックスに2勝4敗で敗れた。選手の能力を引き出すことに定評があり、 マイクシャシェフスキーの下で USA ナショナルチームのアシスタントコーチを務めている。ありがとうございます。